はい、どうも皆さんこんにちは。ピオチキチャンネル、エプネシのピオトです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回やっていく武器は前回に引き続きこちらでございます。フィンセント、カーリングボム、ホップソナーを持っている武器でございます。前回はボコボコにやられたので、今回はラスパイカにイカ族でガチヤグラやっていきたいと思います。前回は、ラスパのところがスタダになっておりましたね。まあスタダは私が前にガンガン詰めるっていう動き方をするせいで、まあ味方側に人数不利を初手で献上してしまうことが多かったので、今回は反省のラスパでございます。慎重に立ち回る、そんな感じの動き方を心がけていきたいものですね。ということでやっていきましょう。さあということで第1試合目、相手リッター 4K カーボンローラー、もみじシューターバケットスロッサー、こちら側オーダーシューターレプリカもみじシューター、ボトルガイザーヴィンセント。無印カーボンは珍しいですね。ん、リレスしてるならラッキー。リッターも落ちてますね。逃げます。一応突破、今回はもう突破を目的にしてたから突破できただけで OK。 さあ移動します。リッターがマジ怖えんだよな。よいしょ、え、嘘、縦振りでワンパンされた、それびっくりなんだけど。ちょっとこっち飛びましょう。え、嘘、今のワンパン、よっ、逃げましょう。ちゃんとダメージを回復していって、絶対やれると思ったのな今。ダメか。OK。ナイス味方。ああ、そこいたか。いやー、索敵がガバすぎるから結局のところ敵に突っ込んじゃうんだよね。しかし今回キルしてないぞ多分1キルも。ナイス。さあそこでです、キルデス発生。ボムが、ただナイス突破、飛びます。まあ、ヘイト稼ぎぐらいは、ね、オッケー、いった。よっ、いった。兄は打ち抜かれたくないんだけど。何にやれた今、コピかい、コピか。あんま飛びたくないねこの状況。あ、でもこれは飛べるな。うわー、ダメか。ちょっと判断遅かったね。5カウントで止まる。まあ5カウントはだいぶいいね。こちら側は強制カウントストッパーは、ウルショ2人にホップソナーが2人だから、強制的にカウントダッシュできるのはいないね。ウルショがまあやりやすい気味の方だけど。やっべ、
で取っといて、何バケスロ確定2発はやっぱ強いね。確定数が大幅に変わったもんな、上から打ち下ろした時の。オッケー、いいよ。おーっと、いちいち交換してる。バケスローいるね。逃げます。リッター怖え。カーリングを転がすことでリッターのとりあえずの射線を作っておく。いいよ、えらい。オッケー、ナイス。ということで一勝、これで私のまああれだね、実質リベンジはもう一旦成功と置けるね。全敗から一勝に行ったから。ただまあ動き方としてはそんな良くはなかったから頑張りたいものですけどね。さあ、ということで第1試合は勝利となりました。よし、いい感じですね。じゃあ第2試合目いきましょう。いうーん、8キル5です。まあやっぱダメだね。異界のカノン、がっつりがっつり本当にそのままの名前の人がいるじゃないか。はあ、強いね、異界のカノン。さすが増殖し共鳴するね、異界のカノンだから共鳴して増えたんでしょう。まあピンが弱いっていうわけじゃなく、いるとめんどくさいやつって感じなんだけど、今回の中だと向こう側のリッターがそんなに打ち抜いてこなかったっていうのが偉い。あの状況で馬リッターだったら結構リッター警戒して隠れつつ移動しなきゃいけなかったから、それを考えるとかなりね、リッターの脅威が薄まってるっていうのがそもそもでかい。おお、登れた。いけちゃうんだ。まあちょっと上に進もうとしたら、あ濡れてる。ちょっとずつ濡れんだ。上に壁との境目だけはダメだったけど、それ以外はちゃんと濡れちゃうんだね。さあ、ということで第2試合、プレイヤー 2.0、 何バージョンアップしてんだ。さあ、こちらがホットブラスターかな、ホットブラスターのカスタムか。フィンセント 4K スコープカスタムクワッドホッパーのブラック、お相手さんカーボンローラーのデコで、ノーチラスの79バリアブルローラー、そしてリッター 4K。さあ、リッターがどこいるかっていう感じだけど、今見えたか一瞬。隠れます私は。おっと、おわ、大丈夫かな。あ、いたいた、そこか。ダメか。さあ、とんでも、ああちょうどいい位置に置いてくれてるね、ありがてえ。この位置のビーコン助かるわ。逃げます。おお、後でやられたけど、ん、なんであんな復活早いんだ。ゾンビ、いや後はゾンビじゃないな。戻されはしますか。しゃあないしゃあない。
よいしょ。後いたわ。あそこか。乗っときましょうか。いった、マジか。うわ、何このリッター。デスペナ以外インク効率に頑張りすぎだろ。でもまあこれはこれで面白い編成し、ギア構成してるね。やべ、離れろ離れろ。とりあえずビーコンとの巻き添えだけは。あっ、あ、人落ちた。人が落ちたね。向こう側、向こう側は諦めの一手って感じだね。おい、ナイス。あ、じゃあ一応まだ一人残ってると思ってたから撃ったのに。残党相当用に撃ったはずなのに。まあじゃあ乗っとくよ。さすがに試合放棄は倒しますよ。さすがにね。もう明らかに今試合放棄してたの見えたけど、向こう側そんなので試合放棄を許すわけはなかろうで。撃ち抜くようにやってくれてれば。なんかやってら。カーボン、カーボン諦めてなくね。いや諦めてるわ。なんかなー、これはちょっとなんか、うん、いくら落ちたからといってさ、いくら落ちたからといってなんかちょっと見え切らないっすね。なんだろうな、このまあ気持ちはわかるけど、わかるけど、いや気持ちよくはないな。慣れ合う云々はね、試合直後とかに落ちて、あーもうこれ向こう試合向こう試合っていうぐらいしか私は慣れ合いはないかな。あとはまあもう一つといえばあれかな、人が落ちまくって1対2とかになったりしたら、まあどうしますみたいな感じでやることはあるけど、一人落ちた程度でね、諦めるなんて、心が弱いの。さあ、勝ち的には2位ついてるけど、なんか納得のいかない勝ちですね。またいるじゃねえか、向こうに。さっきのメンバーだぞ、これ。タコ焼け丸さんっていたよね、さっき。なんか名前見たことあるぞ。バリアブルの方かな、わかんない。これオープンなんで、チャレンジと違って武器変えて継続することができちゃうんですよね。あー、ジェット豆っち、懐かしい。あ、銀モデ星熟練度5までいってる。いいね、銀モデ熟練度5は素直にナイスー。そんなタイミングまで保持できんだ。もう発射されてるものだと思ってた。よっ、ダメか。よっ、これはもう、うっ、うわっ、うまい、お見事、早かったな。どちらかというとマジジェットがうまいっていう印象。その他のキャラはまあそこそこだけど、ジェットの支え力がやべえって感じがするね。いやー、いつか僕もこういう風になりたいね。この人が強いからこの試合負けたんだとか、この試合勝てたんだっていうようなキーマン的存在に。1キルどこでしたんだよ私。ファーストスプラットってことはどっかで初手早い段階でやってるな。さあ第3試合早かったな。
あ、やっぱジェットやばいね。タコやけまるさんいたよね。気のせい？あ、ほら、やっぱいるわ。さっきの試合のバリアブルだった方かなが、次の試合のところでフィンに持ち替えてる。サモラン初心者。タコやけまるさんまたいるじゃねえか。この出来心で。私見てフィン使ってんのかな、これ。フィンってあんまり連続して、まあでも、使ってみるかーで使ってる可能性はあるよな。私を見てそう思ってくれたら幸いだが。わーいわーい。やば。サンデスはちょっと怖いね。帰りたーい。よいしょ。スポンジを膨らませたことによるこの防衛反応というか、なんというか。うわ、お多いわ多いわ。いやー多いねー。さあ、こちら側が一応はウルショでいけるのか。うわ、マジこんなとこにいたの。マジかよ。さあ、今いた今いた。そこ敵多いな。やってやった。あ、もう一人いた。ずっといんのかフィン。オッケー、ナイス。フィンはチャージャーに狙われると逃げづらいっていう特性はありますからね。ナイス。さあ、まあ飛ぶか。これはうコンブーター、うまい。バカバカ。向こう側が強制カウントストッパーあるならば、こちら側は結構早めに取りに行かないとまずいんだよな。優位取っとかないと負けんだよ。ピンあっちか。あ、気づいたけどやっぱ急に止まれないな。一旦の位置取りがとにかくうまいんだよな、お相手。ちゃんと攻撃食らわず打ち抜ける場所からいるから。うますぎんだろあれ。いやー、マジか。いやー、乗るに乗れねえな向こう側。あぶねえ。あの段差から降りてたら死んでたぞ。よっ、ナイスシールド。マジかよ。
大丈夫。いやさすがにダメか。延長。なあ乗られた。さすがにきついか。あの位置まで持ってこられず途中で止めてればワンチャンあったかもしんないけど、やっぱ強制カウントストッパーいる状態でカウントリード許しまくってんのはきついね。適切だもん打ち方が。さあタコやけまるさんマジ3試合いたな。しかも全部敵。さあということで今回は私はボコボコでしたね。露骨に相性が出るのと引き際をミスったりするのと置きボムだったりとかだったりいろいろ出する要因はありましたが、くまあでも一応2勝、いや2勝ね、1勝ちょっと数えづらいね。マジ1脳幹って感じだから完全に。まあでも一応ちゃんと1試合は勝ったのでリベンジは成功といたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。